はいどうも、銀です。今回ウイロウリ一旦終わりとか言ってたんですけれども、暗証投資でやるよっていう話はしてたと思うので、まずね、暗証の投資を最後に取りたいと思います。皆さんもね、できたら暗証投資で、できたらそれを早口でとかやってみるとすごく練習になるので、ぜひぜひやってみてください。それではいきたいと思います。暗証、これ動画だと暗証してるかわからないので目隠しをしてやりますので、はい、それではいきます。拙者親方と申すは、お立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、曹州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなさるれば、欄干橋虎屋藤右衛門、ただいまは啓発いたして円斎と名乗りまする。岩頂より大津ごもりまでお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の当人ウイロウという人我が町へ来たり、帝へ三代の折からはこの薬を深く込めよき、用いる時は一粒ずつ冠の隙間より取り出す。よってその名を帝より東鎮香と賜る。すなわち文字には、いただき、すく、匂いと書いて東鎮香と申す。ただいまはこの薬、ことのほか世情に広まり、方々に偽看板を言い出し、いや、小田原の灰田原の三田原の隅田原のといろいろに申せども、ひらがなを持ってウイロウと知るせしは親方円斎ばかり。もしやお立ち会いのうちに熱海か遠野沢へ当時においでなされるか、または伊勢御三宮の折からは必ずお門違いなされまするな。お上りならば右の方、お下りなされば左側、八方が八つ棟、表が三つ棟、玉堂作り、破風には菊に霧の塔の御門をご斜面あって経図正しき薬でござる。いや、最前より亀への自慢ばかり申しても、ご存じない方には昇進の胡椒の丸飲み白河よ船、さらば一流食べかけて、その決め合いをお目にかけましょう。まずこの薬、かように一流舌の上に乗せまして、腹内へ納めますると、いや、どうも言えぬは、胃、心、肺、肝が健やかになりて、薫風飲んどより来たり、甲虫微量を生ずるがごとし、魚腸キノコ麺類の食い合わせ、その他面病速効あること神のごとし。さてこの薬、第一の奇妙には、舌の回ることが銭ごまが裸足で逃げる。ひょっと舌が回り出すと、矢も盾もたまらぬじゃ。そりゃそりゃそらそりゃ回ってきたは回ってくるわ。あわや喉、さたらな舌に影差しおん、浜の二つは唇の形状、会合爽やかに、赤さたな浜やらは、おこそとのほもよろを、一つへんぎへんぎに、へげほしはじかみ、ぼんまめぼんごめぼんごぼう、つみたてつみまめつみざんしょう、しょしゃさんのしゃそうじょう、こごめの生神、こごめの生神、こんこごめのこなまがみ、しゅすひじゅす、しゅすしゅちん、親もかへい、子もかへい、親かへい、子かへい、子かへい、親かへい、古ぐにの木の古切り口。甘がっぱか、バンがっぱか、貴様の気半もかあげはん、我らが気半もかあげはん、しっかおばかまのしっぽころびを見張り張りながに、ちょっとぬうて、ぬうてちょっとぶんだせ、かわらなでしこのせきちく、のらにょらい、のらにょらい、みのらにょらいにむのらにょらい、ちょっと先のおこぼたけにおけつまずきゃるな、細どぶにどじょにょろり、今日の生だらなら生まながつをちょっとしごかんめ、お茶だちょちゃだちょ、ちゃっとたちょちゃだちょ、青だけ茶せんでお茶ちゃっとたちゃ、来るは来るは何が来る、荒野の山のおこけら小僧、たぬき100匹、箸100膳、天目100杯、棒800本。ブグバグ、ブグバグ、ミブグバグ。合わせてブグバグ、ムブグバグ。キククリ、キククリ、ミキククリ。合わせてキククリ、ムギククリ。麦ゴミ、麦ゴミ、ミムギゴミ。合わせて麦ゴミ、ム麦ゴミ。あの投げしの長なぎなたは、たが長なぎなたぞ。向こうのごまがらは、えのごまがらか、まごまがらか。あれこそ、本のまごまがら。ガラピー、ガラピー、風車。おきゃがれこぼし、おきゃがれこぼし。ゆんべもこぼして、またこぼした。タープポポ、タープポポ。チリからチリからつったっぽ、たっぽたっぽ一丁だこ。落ちたら煮てくを煮ても焼いても食われぬものは、五徳鉄球金熊同士に石熊石餅トラクマトラキス。中にも当時の羅生門には、茨城童子が腕ぐり五号をつかんでおむしゃる、かの来光の膝元さらず。船金柑椎茸定めて五段なそば切りそうめん、うどんかぐどんな小心餅。小棚の小下の高家に小味噌が壊るぞ、こしゃくしこもってこすくってこよこせ。夫が天だ心得田んぼの川崎神奈川保土ヶ谷戸塚は走っていけば、八戸をすりむく三里ばかりか、藤沢平塚大忙しや、小磯の宿を七つ置きして、蒼天曹操曹州小田原東鎮香、隠れござらぬ貴仙郡主の花のお江戸の花ういろう、あれあの花を見てお心おやわらぎやという。産子はう子に至るまで、このういろうのご評判、ご存じないとは申されまいまいつぶり。角出せ棒出せ棒棒まゆに、薄きねすりばちばちばちぐわらぐわらぐわらと、はめを外して今日おいでのいずれも様に、
あげねばならぬ、売らねばならぬと息勢引っ張り、東方世界の薬の元締め、薬師如来も昇乱あれと頬を敬って、ウイローはいらっしゃりませぬか。はい、というわけで噛みまくった、噛みまくったし、やっぱ俺あの甘がっぱか番がっぱか、甘ばって言っちゃう、番がっぱがこう先行しちゃって、甘がっぱか番がっぱかのばが先に出てきちゃうか、甘がっぱか番がっぱのがが出てきて頑張っかって言っちゃったりとか、そこ苦手なんですねやっぱり、うん、今回こう録画動画撮っててすごく感じました、うん、なのでこういう感じにね、あの暗唱するとよりよりこの自分の苦手なところだったりとか危ういところが出てくるので、まあ今回も4回ぐらい噛んだよね、うん、なのでそこがね弱いんだなっていうのを自覚して、まあ日々練習ですねしていきたいと思います。はい、というわけで皆さんもね、よろしかったら暗唱とかもやってみてください。それでは終わりたいと思います。銀でした。じゃあね。